今ゴングが鳴りました。さあまずはジャブを一発、左右のパンチ掘った、さあ圧力をかける。いやしかし熊久保さん、はい、あ掘ったは気持ちですよね、これはね。そうですね、まあ、門馬選手のですね、あの道場の方でその練習を積んだということなんですけども、ここで寝技になったというどれぐらい対応できるかですね。下になりました。13年ぶりの格闘技、まあ、格闘技からちょっと遠ざかっていたわけですけども、はい、そうですね、まあ、よくね、あの全日本女子プロレスの方でそのキックルールですとか、あのそういう総合ルールですとかという試合をやってた選手ですよね、はい、バリーチャパーにも行かれてますかね。ここから一本を取れる力を持っています。いやしかし長嶋さん、はい、2人の打撃戦、殴り合い、重量感ありますよね。そうですね、しかも聞かされた方の堀田選手を前に行くっていうのはプロレスラーって感じですよね。はい、そうですね。さあどこまでしのげるかですね、上になっているアマンダ。そうですね、この1回上に乗った仕掛けで終わっちゃうのはちょっと残念な感じしちゃうんで、しのいでほしいですよね。先ほどはブレイクに救われました。結構抑え込みは上手ですよね、ポジショニングと、はいはい、あのまたがれ、手もまたがれちゃってますしね。これでまたマットヒューズポジションか、張り付けの状態からパンチを打っていきます。堀田動けない。長嶋さん、堀田苦しいですね。あと1分あります。1分間でまとめてストップを狙いたいですね、アマンド選手は。一方の堀田としてはアームロックですね、アームロックってますね。あーそうですね、これ V1 ですか。はい、 V1 がアームロックを狙いに行きます。肘を上に上げて体平行に、まあ、体を横にずらして、はい、しのいでますね、はい、これ逃げ方が正しいわけですかね。そうですね、はい、しのいでもう一回パンチを入れる、はい、残り30秒来た。使いながら左手を抜かないとダメですね。さあ動きが止まったか、でアームロックとこう混ぜる感じですよね。なるほど、サブミッションに決めたいんじゃないですかね。いやー V1 か V1 か、さあ残り15秒、まあ、さあ V1 アームロック狙いに行く、決まってる、決まってると思う、狙いに行く、回転するか。さあこれは堀田踏ん張っている、堀田踏ん張っている、プロレスラーの意地、さあどうだ。決まってると思いますね。決まってるか、ここで終わりだ。第1ラウンドが終了。さあ試合はファイナルラウンドです。ファイナルラウンド、さあファイナルラウンド最後の5分、これですよね。堀田はスタンドでいきたい。ジャブが入る、左入った。さあ殴り合いだ。アマンダが組んでいく、切らなきゃダメです。はい、堀田は下になりたくない。厳しいですね、厳しいです。クラッチがつながっています。足をかける、体重をかけます。コーナーでいいんで耐えたいですね。これブレイク待ちたいですよね。そうですね、それでいいと思います。勝つの勝負ですからね。さあ組んだ状態、コーナーに押し込んでいく。レフリーがブレイクを命じます。さあブレイクになりました。もうワンチャンスですね、もうワンチャンス、ここで堀田にもワンチャンス。殴り合いだ、左入ったアマンダ。アマンダ選手も綺麗に構えて、あのちゃんと試みてますよね、はい、いいですよね。これ長嶋さん、アマンダの左綺麗に入ってますかね。はい、来ますよね、はい、あー組んでいく、いいですね、上になりました。あ、首を取ってますか。これはハーフなんで決まらないと思います。さあハーフダウンの状態でフロントチョークを取っている。さあどうだ、さあどうだ、入ってるか。これはキャッチありましたね、さあどうだ、抜けるか、抜けるか。これは抜けます、ちゃんとディフェンスすれば抜けます。あー抜けました。いやーしかし熊久保さん、はい、ハーフガードの状態ですけども見せ場作りましたね、はい、はい、まあ、ただこっからですよね。さあ先ほどの繰り返しになりそうですからね。もうこれ堀田に返す力はほとんど残ってないでしょうからね。しかも今のフロントチョークでは多分相当使ったと思うんですよね。また同様にポジション取られましたね、はい、サイドを取りましたアマンダ。さあ防戦一方となるか、取った上になるアームロックを狙いに行くかアマンダ。あまた同様の技ですね、さあ V1 か、
V1 アームロックを狙いに行く。アタッチャー、最後は1本、アマンダチャンピオン、日本の地でチャンピオンベルトを手に入れた。最後は粘る女子プロレスラー、堀田由美子を沈め